はい、お疲れ様でございます、まあ日本代表ということでね私たち大半の日本人にはできないようなことをやってくれるそれが侍ジャパンという野球のチームだったのかなとそして自分たちの代わりに頑張って優勝してくれたっていうことでその優勝はファンたる私たちのため国民たる私たちのものでもあるというね共有というねシェアという思いの共有ですかこれがだからファンビジネスには欠かせないところかなと思いますよね。はい、あの乱暴な言い方すると だからといって別に俺は野球をやってくれって頼んでないんだよだから興味ないんだよってところなんですよねまあでもねあの同じような思いっていのは私も別にあるわけですジャンルによってはまあ今はあんまり感じないですけどもライブとかに行くんですよねあるミュージシャンのライブに行ってミュージシャンがこうステージ上ねかき声をかけながらこうやってわーってやるわけですそしたらあのステージを見ているお客さんも同じように拳を振り上げてね一体化するみたいな。 で、実際自分たちはステージで演奏はしてないし、歌ってもいないんだけども、まるでステージの上で歌って、踊って、えー、アクションを取ってるようなね、そんな気持ちになるってところで、えー、自分の好きなね、推しのバンドっていうのは、自分の代謝行為ですよね。代わりにやってくれたみたいなところがあります。そして、自分の、こう、複雑な思いをね、ワードに乗せて、 曲として出してくれたことによってあその気持ちそれを言いたかったんだよだからこの曲好きみたいな感じあると思うんですよそういうのはねそういうふうなだからあ,のありますよ自分にできないことを変わってやってくれたっていう意味であのスポーツが好き音楽が好き絵が好き漫画が好きっていうのはね漫画なんて特にそうですよねあの自分にはできないことを漫画の世界で「ONEPIECE」ワンピースとかね「ドラえもん」とかっていうのが変わってやってくれるから 次はどんな世界に自分を連れてってくれるんだろうなと思ってこう見てしまうみたいな。で、その作品の続きが見たいからあの、商品買ったりとかね、グッズ買ったりとか、時には寄付をしたりっていうのがあると思うんですよ。まあ、そんなところでしょうね、まあ。私もそういうのは十分分かりますね。野球については別にどうでもいいよと。やってくれなくてもいいよと。サッカー、あそれもやらなくていいよと。別にテレビで報じなくていいよと。そんなこと話題にしなくていいよっていうところだったんですけども。まあ、でもね、あの、結局は、 アクセスを集める時に人が集まってるところとか人が集まりやすいキーワードを使うという意味でねファンビジネスに乗っからしてもらおうかなっていうところもありますけどねだから起きた現実を自分の好き嫌いにかかわらずどう活用するかっていうところにそのポイントがあるんじゃないかなと思いますね、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします